いい説明っていうものはですね、論理的かつ感情に訴えるようなものですよね。はい、おはようございます。さすがメンタルクリニックの院長松田祐介です。本日は。 え前回とちょっと続きというかね、えー、になりますけど、まあ、前回の見なくてもあの繋がるように話はしますが、まあ、論理的なデータと感情的なストーリー、えー、論理やデータを重視したプレゼンの方法、説得の技法と、えー、感情やストーリーを重視したプレゼンとか説得の技法を解説しようと思います。そしてどうやってミックスさせていけばいいのかってことをお話しするとともに、えー、どういうふうに悪用されているのかもお話ししようかなと思います。 悪用のいい説明っていうものはですね論理的かつ、えー、感情に訴えるようなものですよね。で、えー、悪い,、えー、なんていうかな説得っていうのは陰謀論とかそういうものになります。で 僕の場合はですね、まあ精神医学をしっかり理解している上でですね、人間とは何か、えー、人生とは何かっていうときに、結論結構ね、ここなんですよ。まあ、日本人のある種の、日本人がずっと持ち続けてきた美徳ですよね。ぜ仏教から禅、仏教や禅とかなどつながる、武士道とかもつながる、仕方がないっていう、ある種の定観及び需要、そしてそこから切り替えていく前向きさっていうものを、 が大事なんだよってことを僕よく言うんですけども、こういう美徳ですよね。僕らの遺伝子というかね、DNA レベルで、まあちょっと違います。医学的な意味じゃないですよ。に組み込まれているその価値観とかを体現していくことの重要性っていうことを説明してるんですけども、このゴールに導くためには、まあ論理的な話とか感情やストーリーを含めて説明していくのがいいかなと思う、いいんですよ。で、えー、論理的に説明するっていうのはどういうことなのかっていうと、 まあ,あのなんていうか理,理科系のねあの理学系のその、えー、理系のかな理系のトレーニングを受けてる人は当たり前かなと思いますしあの論文書いたことがある人には、まあ、当たり前といえば当たり前のことですけれどもね。 あの僕,僕ねあの論文書いてないんであのそういうことそういうね教育を十分受けれなかったのでまあ自分の人生の中ではちょっと残念だなと思いますけど、えー、まあ話をします。で一つは最初に前提を確認するってことですねこれまでのディスカッションはどういうものなのか、えー、問題となった問いへの背景はどんなものかということを確認します。で正しいデータを集めるっていうことをしますね。もちろんその正しいいデータを集めめるたににどういう,ふうにデータ データを集めたたのかってことこをを透明明性を確保した上で説明するっても大事だったりしますねあと正しい論理展開をする論理的推論をするその集めたデータから、えー、正しく論理展開をしていくあの場合によっては統計を使うでもそうだし、えー、きちんと論理展開をして矛盾のない論理展開をしていく。 で、えー、最初の問いに対して正しい答えが出てくるあ確からしさが分かってくるその確からしさに対して再度検証や反証批判をしてみるということが大事だったりしますね。そうするとこ、あのー、こういうういい問に対してこの答えは確かにそうなんだと言ったりしますだから一回データ集めどこに不備があるのかどこに反証っていうものが必要かどこが問題があるかってことを検証してみるっていうのが結構大事だったりしますね。 これあのちなみにですねこの「反証って言った時にちょっと聞き慣れない人がいると思うんであれですけど反証可能性が高いものほど科学的に正しく確からしいっていうあのポパーって言った人がいたのかながあるんですよ。つまり。 えー、これって嘘だよねっていうことを確認しやすいものの方が確認しにくいものよりも科学、科学として確からしいんですね。難しいね。まあ分かりやすく言えば神様はいるってやつですね。神様はいるかいないかっていうのは確認しにくいんですよ。だから反証しにくいですね。確認できないから。お化けがいるとかね。だからそれは科学的には不確かなものである。ただ、じゃあ、えー、っと、 この東京にカブトムシはいるかって言うと探すこと可能ですよね。えー、だから科学的に確からしいんですよ。そっちを、そのやつは。冬にカブトムシはいるかとかね。あともう少し言うと、例えば早稲田の、早稲田メンタルクリニックの部屋の中にカブトムシはいるかって言うと <laughs>、より確からしくなっていくんですよね。でも、うん そこに法則とかいろいろありますけどまあ簡単に言うとね反証可能性っていうのはそういうことですね。だからもうちょっと複雑に言っていくと科学らしく言ってくるとえーえー、その物理なんだえー、塩あお湯がね1 0 0度で沸騰しますっていうのはえー 確認できるじゃないですか。お湯で沸かせば、その実験装置であれば。だから100度で沸騰するっていうのは確認しやすいか、反証しやすいですよね。ただ、えー、なんだ、えー、人気、えー、プレ、高い、100万円のプレゼントをもらったらとか100、100円のプレゼントをもらったら喜びやすいっていうのは、 あの、科学的には、その人に個人差も出てきたりとか、いろいろ複雑になってくるんで、科学的には確からしくなくなってくるんですよ。いや、こういう話ですね。難しいですね、これ。あんまり言うと <laughs>。あの、ボロが出ちゃいますね。科学哲学の話。いや、だけど、まあ、わかりやすく言ったらさっきの、えー ななんていうのかなあのかあ神様の話とか実験的に確認しにくいものだったりするしわ、えー、かりやすいやつを言うと実験的に確認しやすいやつですねまあ1 0 0度のお湯って言ったらねなんかじゃ気圧の関係はとかなんかいろいろ言われそうなんであれでしたけどあのまあありますはいちゃんと台本作れって話ですねれもね台本作ってから喋れよって感じがしましたねなんかあの論理とか感情とか言う前に台本作ってから喋れよって、ね、<laughs> あの。 あのこの図を書くだけじゃなくてねはいありますあと感情やストーリーですよねどうやって感情やストーリーをするかっていうと個人的とか具体的なストーリーを共有共有するだから自分の場合はこういうことがありましたよってことを言うと説明しやすいですね例えばあの、えー、スタートアップとか、えー、のプレゼントとかする時資金調達の時とかこういうことでしますよねだから、えー 実は僕自身も過去にこういう辛い思いをして必要だと思いました。過去にバイトをしてた時にこの道具が必要だと思いました。だけどなかったので困りました。で、周りの人も欲しいと思ってました。だから今回この資金調達してこういう道具を作りたいですとかね、えー、あります。あと感情を込めるとか共感を呼ぶってことですね。これは僕だけで、僕はすごくその当時悲しかったんだと。で、あった方がいいって必要性を感じたんだ。そしてこれを持つことによって 僕ら日本の社会っていうのは人類はハッピーになれるんだよってことをすごく訴えたりするとあと視覚的イメージの活用ですねだから実際使ってる様子を見せるとかね、えー、その必要なその出来上がったものをですねプレゼンするときに形を見せてあこういうものが施策でありますって渡してくるとああの投資家の人もねああこういうものかじゃ,じゃあ投資しようかってなるわけですよね。 あとはヒーローズジャーニーって形で自分がこういうことをこう僕はこういう思いがあるんだこういうふうに助けたいんだこういう苦悩があったけど今回皆さんの協力を得ることによって世の中を変えれるんだっていうこういうヒーローメッセージがあるといいっていうことになりますねまああのそういう話ですで逆,逆ですね陰謀論とかをする場合はどうしたらいいのかっていうと え、これ逆をやれば、あの、逆とかね、これを応用すれば陰謀論、うまく陰謀論を作れるんですよね。だから前提の確認とか言って、例えば、温暖化はしてますよと。ただ、二酸化炭素だけじゃない、二酸化炭素が湧くと言われてますけど、本当にそうなんでしょうかと。で、いや、二酸化炭素以外にも、なんかメタンガスとか添加物とかなんかわかんないですけど、ワクチン、 を打ってる人間が多いからとかなんかまあ適当などデータを集めるんですよね。で何、えー、て言うのかなじゃあワクチンを打つことでこういう、えー、障害がある人がこれもいるよこれもいるよこの人もいるよみたいな都合のいいデータだけを集めるで都合の悪いデータはあえてしょう言わないと。で正しくない推論をするってことですね。えー ワクチンを打てば、ワクチンには副作用がないと言ってますけど、こんなにあるじゃないですかと。だからそもそもワクチンを打てば安全、ワクチンは安全なものである、100%安全なものであるって僕らは何も言ってないわけですよね。ワクチンにも副作用があるかもしれないけれども、社会全体で見たときには、えー、どうやらそのメリットの方が大きいらしいかやってみましょうよっていう提案でもあるわけなんだけども、 あの、論点をすり替えるんですよね。いや、あなた最初から安全だと言ったのに安全じゃないじゃないですか。ってことはあなた嘘ついてますよね。って言うと、まあ、こういう論法を使いますね。で、反、こういう反証可能性とかを、えー、 しないとか自分たちのことは批判せずに相手の方の批判性ばっかりすると。あと透明ではない。あの、どうやってそのデータを集めたのかとか出典を明らかにしないとかは陰謀論でよく言われてますね。あとはその孤立した人を狙うってことですね。孤立した人を狙う、孤独な人を狙う。そういう人たちに対して狙って私たち同じような仲間ですよとかいうことをすると陰謀論に引っ掛けやすいですね。あと感情を込めるんですよね。 だから特にですね怒りとか不安とかネガティブな感情を訴えかけて、えー、危機感を煽ってですね一緒にやりましょうっていうとまあ陰謀あのは,、ま、はめやすいですねあとはプロパガンダですねあのナチスもやってましたけど視覚的イメージを活用するだからブランド品を着るとか成功者のイメージですよねブランド品着てるとか,かっこいいじゃないですか高級品を使うとか何かこう えー、その人を牽引づけるような視覚イメージを使うとかをやるといいですあとはカリスマや救世主を装って敵を作るだから世なんかその中 <laughs> 全部が悪いわけじゃなくてなん、えー、いろんな要素があってその結果になってるにもかかわらず一つの問題があるんだと、えー、するとまあやりやすいですよね。 あとは科学への過度な期待。いや、科学って失敗もあるよねとかあるんだけど、そもそも100%いいとは言ってないよねっていうんだけど、その過度な期待をさせ、を、まあ僕、から、陰謀論を信じる人たちことをなんか思ってるというかね。 で、えー、やっぱ違うじゃないか。だから、この科学の方が正しいんだ、みたいな形で。いや、そっちの科学も間違ってるでしょ、みたいな。<laughs> どっちがより確からしいかっていう、まあ、うん、戦いなのに、どっちが正しいかになっちゃってる。どちらが確からしいかではなく、どっちが100%正しいかの戦いになっちゃってる。そして、どっちかを選んだら、えー、それは個人の主観でしょ、みたいな形になっちゃうのは、まあ、よく使う手法ですね。 あとはゴールっていうのは分かりやすいものだったりとか努力を必要としない前提となる知識の勉強とか必要とせずになんか直感的に分かりやすい人間のバイアスを応用したようなものをゴールにすると、まあ、陰謀論の完成って感じですねうんまあこういうのがありますと、えー、まあでもこういうあのー、論理展開っていうのは結構まあよくありますねうん うん、っていう話ですけどなんか冒涜喋っちゃいましただからこの話で例えばやると移民政策の話をちょっとしますね移民政策の話をすると例えば あの僕のけっどっちでもいいんですけど、まあ、せあの移民政策を良、えー、しとするか悪いとするかどっちでもいいんですけど基本的にはあのもう移民政策の方に日本っていうのはか切ってるんであの僕は、まあ、あの政,府政府の言、ね、うことにあんまり反対したくない方なんで基本的には、まあ、そうなのかなと思いますしあと移民というかあのハーフの人とか 海外の人たちを患者さんで見てるんであんまり移民政策反対っていう人たちの論調が増えるといじめとかそういう問題が増えちゃうんで僕はあんまりそ,のそういう論調を強めたくないという立場はありますねだから仕方がないなってことでじゃあ移民政策に対してはまあ増えていった中でじゃあ犯罪を犯す人がいた時とか問題があった時には警察とかがしっかり機能するように、えー、やっていけばいいんじゃないかとかまあちょっとそっちの方にシフトするっていう立場なんですけど。 まあそういうゴールに向かうためにどういうふうに話をしていけばいいかっていうと、えー、まあ例えばね、えー、と移民の問題があります。で、えー、と前提としては、まあ、えー、今グローバル化して人の自由移動が大きく増えてますよと。で、えー まずそれが前提ですよね。で、えっ、ー、と、少子高齢化していく。日本の中で労働者、子供の数が減っている。そして先進国はどこもそうなっていて、えー、その人口減少に対して移民を受け入れるっていうこともしていますよと。また、加えて、その、アメリカとかもそうですけれども、頭のいい人。 の、エリート層の移民も受け入れている。だからお金持ちだったり、優秀な人たちをできるだけ多く受け入れて、その自国で産業を作ってもらうということをやってるという前提があります。で、プラでも一方で、その移民を受け入れる中で、その移民の人たちが、たあの、その、来た国に新しく、 え、適用できなかったりとか、えー、もともと犯罪者や自国が入れない、自国の中でいれない人たちが来ているパターンもあったりとか、犯罪組織がその隙をついて来ているパターンとか、いろいろあったりして、あの、社会問題を生んでますよ。そして、加えて、その、えー、そのしわ寄せで貧困や精神疾患などの患者さんが増えていて、で、それが、えー、中流階級、普通の人、今まで問題なかった人たちまでにしわ寄せが来ていて、 え困ったことが起きてるよというのが前提でありますよねはいじゃあ正しいデータとかはどうなのかっていうとまあありますよねだ犯罪が増えてるっていうデータはまあもちろんねあの世界中集めたら全然あると思いますし、えー、逆にそう,そういう人たちが入ってきたことで生産性が上,げ上がっているっていうデータもまあなくはないんじゃないかなとは思いますねで人々の国際的な移動が増えているとか もうあの当たり前のようにデータありますし、あの、グローバル、会社がね、どんどんグローバル化してるっていうのも当たり前ですし、グローバル化した会社の方が、経済的に強,強いというか、生産性が上がってるのも、まあ、あの、データ集めたらすぐ出ると思いますし、あと、グローバル化するにあたって、えー 日本人だけの会社よりもいろんな国の人が入っている。その現地の国の人たちが入っている会社の方が、まあ、おそらくですよ。まあ、データ集めてないですけど、多分あると思いますけど、えー、日本人だけでオーストラリアで会社作るよりも、オーストラリアの人が入ってくれて、上で一緒にコラボして、えー、企業カルチャーを作ったからオーストラリアで出展した方があのいいと思うんで、えー、まあ、そういうデータありますよね。だから、どっちのデータもあるかなと思います。で、まあ、推論していくってことと、 でも、そうは言ってもね、っていう話をですよね。だから、マスーはそう言ってるけれども、犯罪増えてるじゃないか。えー、そうは言ってるけれども、ヨーロッパでは、あの、移民反対の運動が、せっかり市民が活動することによって、通りそうじゃないかとかね。まあ、そういうことも出たりするかなと思いますね。あとは、その、個人的、 具体的なストーリーって言うと自分自身はそういう患者さんを見てますよと、えー、見ていく中で彼らの苦悩を知っていてで彼らと僕ら僕は診察の中で心を通わせたりとかして彼らが苦しむ社会にはしたくないなとか、えー、在日の、ね、友達とかいっぱいいますけどそういう人たちが子供の時に苦労してた思いとか結婚の時に苦労した思いとかもあるしたとかねそういう話を聞くときに自分の中ではすごくこう一緒にねあの 友達だった人たちがそういう自分とは関係ないところで差別されて苦しんでいる姿を見るとやるせない思いをしたよとかねそういう話をするで僕はそういう社会は嫌だなと思ってるだからもちろん犯罪っていうのはう犯罪で苦しんできた人たちもいるけれどもいるのはわかるしそういう人たちに対してすごくやるせない思いもあるけど一方で差別偏見が生む新しい問題ということにもやっぱり許せないなとかね で、写真を使ったりとかね、していく。で、ヒーロージャーニー。だから、えー、あとは、ありますよね。統合失調症とか、うつの人とか、えー、アルコ依存症の人とか、発達障害の人たちが犯罪を犯している事実もあるわけで、そういう中で、えー、み皆さんがね、そういう精神疾患のある人たちを差別したくなるとか、排除したくなる気持ちはあるし、彼らに傷つけられた記憶、経験がある人たちもいるんですよね。だけど、一方で、 そうじゃないこともいっぱいありますから、全部をそういう一つ、じっぱ一からげにしてほしくないなっていうのがありますとかね。で、ヒーロージャーニーですよね。だから、こういう中で僕らはこういう動画とかを通じて、まあみんなでね、いろいろ正しい知識を身につけていき、一緒に何かを考えていく、一緒に議論をしていく。で、ことが大事だよということですよね。で あのそういう場所を一緒に作りましょうよっていう話になるのかなとだからまあ僕をカリスマにしないでくださいね <laughs> しないででも一緒に考える場所としてこの場所を機能させましょうということを言うとまあこのやつを使ったとことになりますねで最後にまあ仕方がないこともありますのでじゃあどうやって一緒に暮らしていけるのかどうやっていい社会新しい人類で生産性が高い問題性が解決するのが高い 誰もが不幸にならない置いてかない会社,社会を作るためにはどういうものが必要なのか一緒に考えようとかね AI を活用しようとかインターネットを活用しようとかね差別がないように教育をしっかりしようとかね犯罪抑止になるために教育システムをするとか犯罪抑止ができるように警察の汚職を減らすとかねなんかまあるのかなとは思いますね。はいっていう結論を持っていくるのかなと思います。 まあ、あの、こういうことですね。まあ、こういうのを意識して、えー、議論とかね、説得をしていくといいの、ということになりますね。はい。では、以上でこのとこあります。えー、もし今度あ、宿題ですね。宿題はですね、まあ、あの、この論理と感情を合わせたような、まあ、プレゼンですね。プレゼンを、なんか自分で問いを作ってですね、お題を作ってやってみるといい勉強かなと思います。まあ、なんでもいいですよ。自分、 えー、例えばね「私はこのラーメンが好きです」「じゃあ何でこのラーメンが素晴らしいのかを解説してください」とかね「えーえー、私は彼と結婚したいです」「じゃあなぜか」とかねまあ,あのそういうことを、ね、あと「私はね冷蔵庫を買いたいです」「この冷蔵庫を買いたいです」「このプリンターを買いたいです」「それはなぜか」ということを、まあ、説明するとかね何でもいいと思いますやってみるとちょっと勉強になると思うのであの頭の整理のために実際やってみてください はい、では一応この動画があります。もしこの動画見てよいと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録、後ろの方よろしくお願いします。ではまた